ついに来たね。モアンベータ版シーズン3。この暴れん坊のクエストを開始します。今回のターゲットは縄張りに粘液を吹きつける正体不明のモンスターです。それではターゲットを探し出し、時間内に狩猟してください。美味しかった。他の人のやつも見れんやな。さあ行こうか、そこから行こうか、うん、今回使う武器はチャージアックスです。これ夜中やってたやつやな。20分やったっけ。何やろうかな。乗ったら何しようってできるの。あー、溶かした、オッケー。あー、もう敵が分からない。これが木の魔力だ。
あー、乗った乗った乗れたと思った。ガードガードガード。オッケペイントボールつけてどこ行ったか分かるけど、今回はな、使ってるからどこに行ってるか分かるよな。あとはもう通るだけでアイテムが何があるか見えるようになってる。すごいな。オッケー、スピード置いたね。こっち。シッポ切れた、シッポ切れた、ゲット。あ、文字がない。剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産強化するのに使用します。
と5分しかない。こうなんかここでなあかんがって時間切れなって3人でやって、もう今回も3人やしな。もうどこ行った、上に行ってたやろ、どこ行ったん。あかん、はまった、はまった。あー、みんな攻撃やん。早く時間がない。いけあー、いけた。みんなおめでとう、ありがとうございます。クリア、クエストクリア、おめでとうございます。あ、もう時間ギリギリやった。あー、みんなお疲れさん、ありがとうございました。またね、モンハン最高。